ジャパンディスプレイは白山市の工場で液晶パネルを製造していましたが4年前、業績悪化を理由に工場をシャープなどに譲渡白山市は工場建設に伴って交付した助成金10億円の返還を求めていましたがジャパンディスプレイ側はシャープが事業を継続しているとして返還する必要がないことを求める訴訟を起こしていました。 しかし一審二審ともに返還する義務があるとジャパンディスプレイ側の訴えを退けていてさらに最高裁は今月3日付で上告を受理しない決定をしましたこれにより助成金10億円は全額白山市に返還されることになります白山市の田村利和市長はこれまでの本市の主張が認められたものと受け止めておりますとコメントしています